いつの頃からかですね、冷房温度をまあ28度にしようというふうに、これ環境省が言ったらしいんですが、それでですね、まあ、あの会社はまあ大体日本の国民が何も考えずにお上の言ったことに右へ習いするっていう生活質もありますし、まあ、会社では社長が悪乗りしてですね、まあ、冷房温度を上げれば、その分だけ経費が安くなるというようなこともあってですね、まあ、たちまちどこに行っても冷房温度28度と。でこの冷房温度28度っていうのは、何かそれを守ると何かこう良い子になれるっていうことがありましてね、環境を守るために冷房温度28度にしようっていう、そういうことになったわけですね。本当に28度にするっていうのが環境を守るために大切かっていうことですね。でこの場合の環境っていうのはですね、もちろんその地球環境を守るっていうのと、それから日本の環境を守るっていうのと、まあ、個人の、まあ、物理的な環境を守るっていうのと、それから個人の人生としての環境を守るって、まあ、いろいろあるわけですね。で環境省っていうのは何の環境を守ろうとしてるのか知りませんが、一応に国民の税金を使って生活してるというとこから見れば、やっぱり最初に日本人の環境を守るっていうことですね。で冷房温度を高くするというのはもちろん電力の使用量を減らして、その分だけ CO2 の発生量を減らそうっていうわけですけども、まあ、ご存知の通り地球ができた時の CO2 温暖化ガスの濃度は 95%、 現在 0.04%、まあ、非常に少なくてですね、まあ、このままいったら生物の食料は二酸化炭素、温暖化ガス、CO2 しかありませんからね、稲も取れなくなれば果物も食べられなくなる、野菜も食べられなくなって全部が死亡するという、そこのところまで来ていて、しかも現在は温暖化ガスが少ないので地球は非常に寒冷化で、まあ、第三氷河時代に入っていると、まあ、いうことですから、もちろん地球のことを考えれば CO2 を増やした方がいいのは決まってますね。次に日本ですけど、日本は島国で周りが海ですからね、まあ、小学校の頃から習ったように海洋性気候なわけですね。それに対してアメリカとか中国とか大陸の国はですね、ロシアとか、これは内陸性気候ですから非常に温度の寒暖が激しいわけです。特に空気の影響を受けやすいわけですね。それで地球の気温が上がってもですね、それは空気の気温が上がるだけですから、水は上がらないわけですね。水と空気っていうのはですね、まあ、比熱って言いますか、熱を抱く力が、まあ、3000倍も違いますので、通常はお湯を沸かせば空気は暖かくなるけども、空気を温めてもお風呂は沸かないと、まあ、いうことから分かるように、地球の大気の気温が上がってもですね、海洋の水温は変わりません、まあ、よっぽどなんなきゃ変わりませんね。ですからそれでもちろん海洋は攪拌もありますし海流もありますのでですね、全然変わらないわけですね。ですから日本みたいな島国は、まあ、地球が仮に温暖化しても、私は温暖化する方がいいと思ってますけれども、温暖化してそれが被害を受けるにしてもですね、日本は何も率先してやる必要のないところで、むしろ一番後ろから、まあ大陸の国がやるならしょうがないから日本も少し付き合いますかっていうぐらいが普通なわけですね。ところが、まあご存知の通り京都議定書を含めとしてですね、日本だけが世界で先端を切って温暖化のことを一生懸命やってるっていうのは、地球環境のことを考えてるわけじゃなくて、環境省とかそれから利権団体がですね、自分たちのお金を稼ぐためにやってみんなを苦しめてるって、非常に大きな問題が存在するわけです。それ以外に個人ベースに直しますとね、これは自治体、まあ、例えば名古屋市、私の所属している名古屋市なんかが温暖化対策なんかやってるんで、何のためにやってるんですかってだいぶ聞くんですけど、何のためにやってるかよく分かんないんですよね。とにかく、まあ温暖化対策をやれば NHK が放送して国民が温暖化防止をすれば良い子になるというマジックがかかってますからね、そういうことをやってるわけですね。もう一つはやっぱり現在憲法改正議論が随分盛んに行われておりますが、まあ、憲法との関係ですよね。憲法改正しろだの第9条が憲法違反だのってこう言ってますけどですね、もっと卑近なところというか日常生活的に守られてないところが多いわけですね。ここに憲法13条をつなげましたが、全て国民は個人にとして尊重される、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限りは立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとこうなっておりましてね、
公共の福祉に反しない限りってことですよ。だから温暖化が進むということが公共の福祉を著しく阻害する、特に日本においてですよ、海洋国家における日本においてどの時期にどのようになるのか、それから今までの予想は全部外れてますからね、データも嘘ついてるし、まあ、そういうことで、国民の権利を立法その他国政の上でですね阻害しちゃいけないんですよ。これはタバコを吸ってはいけないということを国が決めることができないのと同じですね。タバコは別に個人にとっての自由ですから、公共の福祉に反しない限り別にタバコ吸ったって構わないわけですね。ですから例えば、吸い殻を捨てないということと、副流煙を人に吹きかけなければ別にそれを立法上止めることはそれはできないんですよ。最大の尊重つってるわけですね。生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利ですよ。冷房温度っていうのはですね、人によって違うんですね。例えば若い男性ですと大体400キロカロリーぐらいカロリー消耗しますし、かなり運動し活動しますから体表面から、熱を放出しなきゃいけない。だから周囲気温は低くなきゃいけない。一方女性はですね、3000キロカロリーぐらいしか使わないし、通常は軽労働しかしませんから、だから寒いんですよね。だから男性と女性でもやっぱり数度違うわけですよ。こんなのは当たり前でですね、およそ文明国家であればやっぱり一番大切なのは個人の自由ですよね。ですから冷房温度も、冷たい方がいい人もいる、あったかい人がいい人もいる、どのくらいの適切な気温にするかっていうのは厚生省がそんなところで、意見をのなんか規制をするとかですね、これ規制してませんよとまだ言うんですけど、役所なんか全部28度で会社も28度ですからね。結局日本人の性質を利用して、まあ、右へ習いとか良い子になりたいとか何も考えないとか、そういう日本人の特性を利用して、まあ、現実的には規制をしているようなもんなわけですね。私はタバコの問題もそうですし、それから冷房温度の問題もそうですし、もう最近こういうですねメタボの問題もそうだったんですけど、この憲法13条違反というのがものすごく著しいんですよ。何をもって公共の福祉に反するか、例えばですねメタボはこういうんですね、メタボのお腹の周りの熱い人がいるから、それが医療費を増やすと、医療費を増やすから公共の福祉に反するんだと、まあ、これはね公共の福祉の超拡大解釈ですよ。もちろん日本には裁判所ってのありませんからね、本当ないんですよ。国を相手に裁判を日本で起こすとですね、国が被告になりますね。そうすると弁護士に裁判官出身のがつくんですよ。で裁判官と裁判官ですから、弁護士がだから国を相手にした裁判では日本では全く勝てないんですね。だから国を相手に裁判するというのは無駄なんですよ。要するに国の言うことは 100% 正しいと必ず裁判所は判断しますからね。だから我々国民はですね、現在はまあ憲法13条というか11条かな、国民が主権を持った主人であるというのにも違反してるんですよ。だからこの冷房温度28度というのはですね、2つの面で違反してるんですね。で環境大臣が国会で答弁したのを聞きますとね、やっぱり俺はお上だって言ってるんですよ。簡単に言えば俺はお上なんだと、お前ら国民はね俺の言う通りしろっていう感じなんですね。ネクタイを外せば2度下がる、そんなのは嘘ですよ全然。だってデータなんかどこからどういうデータを持ってきたのかっていうことも公表されてない。しかもそのデータっていうのは国のお金をもらった学者がいい加減な研究してどっかの論文にピュッと書いたっていうのはぐらいなんですね。ちょうどこの前私ある放送でプラスチックの粉がまあ海洋に流れてて魚が食べて寿命が縮まるっていう論文が全部嘘で取り下げになりましたね。まあこういったことが行われているわけですから、ですからまあ大変にですねこの冷房温度28度というのは日本の後進性、日本国というもののもともとの後進性、それからお上主義、それから国民が何も考えなくて良い子になりたい、海洋性気候ぐらい知っとってほしいっていう思いがするんですけどね。やっぱりこういうもとで憲法改正なんかを議論しても私は無駄だと思っております。